はい、それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は商談で失敗しないための事前準備ということで、まあ、ランキングにしてですね、お伝えしていこうかなと思っています、えー。ランキングは6位から見ていきたいと思いますので、えー、お付き合いいただければと思います。では、早速ですね、まあ、そもそもあの商談前になんで事前準備が必要かって話なんですけど、あのヒアリングの考え方をですね、しっかり押さえておいていただきたいんですが、ヒアリングって、 お客さんのことを聞き出すことがヒアリングだと思っている人は、正直ヒアリングうまくいかないです。っていうのは、ヒアリングというのは、お客さんのことを営業マンが営業やってる人が理解しようとするためのものではなくて、お客さん自身がこちらから提案している内容ですとか、解決できる課題とか問題点、 といううこにに対して、気づきを与えるために行うのがヒアリングなんで、すよね。なんで営業っても売るものが基本的に決まってるじゃないですか。なので、後から何か聞き出して最終的にうちの商材につなげようじゃなくて、最初からうちのこの商材を売りたいっていうところを前提で会話をするはずなんですよね。これも営業やってる人だったら当たり前なんですよ。売るものが決まってるからですね。なので、じゃあ、ヒアリングって何のためにするのかって言ったら、もうゴールは決まってるので、そのゴールに導くためにお客さん側に気づいてもらうために行うのがヒアリング なんで,すよ、ね、なんで気づきを与えるためには最初からお客さんのことをある程度理解しておかないと当然まあ会話も進まないですし気づきを与えるための情報提供もできないですし要、まあ、い質問もできないと。 なので、えっと、ヒアリング前のヒアリング前湘南前の事前準備で何をすべきかっていうのは大きな目的でいけばお客さん自身に気づきを与えるための情報ですとか質問をするためのまあ予備知識を持っておきましょうということが事前準備でやるべきこと。 ですね、じゃあ改めてその事前準備で何をしていけばいいのかということなんですが第6位が相手の SNS のチェックです。これはあの6位本当はもっと上でいいと思ってるんですけど全員が全員その SNS で情報を公開していないのでまあ チチェェッッククはしししておきままょうねというレベルで相手の SN S の SNS にしてます。これは何かっていうと B2B でも B2C でも同じなんですけど基本的に商談をする時っていうのは目の前の人1人もしくは、まあ、複数の人がいたとしても、まあ、その人たち、まあ、マックス10人ですかね私あの1対10の商談があるのでそれがマックスだったんですけどあの相手のことが分かってないと で相手のことが分かってないとというか、相手のことがちゃんと分かっていれば、B2B でも B2C でも、湘南と会話進みやすいんですよね。なので、相手が例えば、Facebook とか Twitter とかで子どもの発信をしてましたみたいなこととか、キャンプ行きましたみたいなことを言ってたら、あのそれを大っぴらげ先日キャンプ行かれたんですかみたいなことを言ってしまうと、相手からすると、なんか SNS チェックされてんなみたいな気持ちで、なんか逆に怪しまれるケースありますけど。 いや私キャンプが好きなんですけどみたいな会話から始まっていけばですね相手が信頼してもらえる可能性っていうのも興味を持ってくれる可能性も出てくるのでまあそういうふうに相手の SNS を使って相手の興味とかまあ関心事と,とかあの価値観みたいなことを探っていくのがまず大事ですということですね。B2B でいけば担当者がいて、 責任者がいて、まあ、社長がいてみたいな形で、まあ、決裁者、責任者の人が意思決定ができるのであれば、その一歩手前で担当者が5を出さない限りは、責任者、決裁者の5、OK、なんか出るわけないんですよね。なので、まずは担当者。 の価値観基準というのを知ると。で分かるのであれば、責任者、決裁者の権限がある人の状況を SNS もチェックしておくとより良いかなという感じです。はい、これがもう第6位ということですねで。第5位が自社サービスの競合情報ですね。基本的な営業が提案するのは、自分がそのお客さんに何ができるかなんですけど、同じようなことを言っている会社っていうのは当然5万とあるわけですよ。 で、ここで気をつけなきゃいけないのは、完全に度競合というか、自社と類似サービスをやってる会社だけではなくて、他のツールで同じことができるもの。例えば、あのカメラ業界とかで見たときに、スマホ。これカメラ使えちゃいますよね。なので、カメラを買わない理由として、スマホを使うからいいみたいなことが当然出てくるわけですよなで。そういったこともちょっと考えながらアプローチをしていかなきゃいけないので、自社サービスの競合っていうのを、 をまあ、要は他社から提案が来ているわけなので度胸合以外でも類似商材を含めてどんな提案が来ているのか今どんな強みをアピールしているのか PR しているのかみたいなところを確認をしておいていただく必要がありますよということが第5位、はい、で第4位が同業他社の情報これはお客さんの同業他社ですねなんで今同業他社ではどんな動きをしているのかですとか、えー、と同業他社が新しい取り組みをチャレンジしてないのかみたいなことをやっていった時に要は相手 に対して気づきを与えたいというのは自分が今やった方がいいと思ってもらいたいわけですよね。なので、今提案している内容が、競合他社が仮に取り組んでいたとすれば、乗り遅れているわけですよ。なので、その乗り遅れを防ぐためにも、うちの商材を使ったらどうですかみたいなことがまあ投げかけられるわけなので、まあ同業お客さんの同業他社の情報っていうのもしっかり確認をしておくと。で次第3位が、業界の情報ということで、業界の情報っていうのは、当然同業他社の情報とかも含まれますけど、業界の、まあ、 制約というかルールですね。であったりとか、まあ、世の中のトレンドであったりとか、経済的な動きとかを含めてですよ。要は、来月から法改正で何々ができなくなりますみたいなことが分かっているときに、自社のサービスがそこがもともとの旧体制の情報だったら当然刺さらないわけですよね。なので、業界の情報というのは当然しっかりと確認をしておくことが大事ですということですね。はい、で、第2位が過去の取引やり取り情報ですね。 あの結構営業やってて特に大企業とかで多いんですけどあの大企業で営業マンたくさんいるとかですね何かしら一回アプローチしてるケースが多いんですよで昔も来たよみたいなことを言われてあちゃんと確認してないんだみたいなことを思われないようにしてほしいのと過去の営業とか商談の積み重ねってやっぱり資産なんですよねなんでそこで分かっている個別で話せたことが事実があってそこで分かっていることが確認できるのであればそこはしっかり確認をしておいていただいた方が関係が一気に縮めやすくなるのとこちらの会話の説得力も増しますと。 ということで、第2位が過去の取引やり取り情報。で、最後、第1位が会社の情報ニュースですね。まあ、当然ですけど、ホームページですとか新聞チェックしていただいて、その会社が今何やってるのかとか。 どんなサービスやってるのかですとか、あのプレス出てないかとか、その辺をしっかり確認をいただいた上で、えー、アプローチいただきたいなと思います。事前情報というのは、あの繰り返しですけど、会話を行っていく相手に気づきを与えるための大前提の情報なので、やんなきゃおかしいんですよ。前提作りなので。前提を作った上でアプローチをするためにも、えー、ぜひ事前準備、6、え、つ、ー、のランキングをご紹介しましたけども、しっかり準備していただいた上で、商談を臨んでいただきたいなと思っております。本日は以上です営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は是非、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。